はい、えー、こんにちは。即課塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回ですね、私が毎日忘れずに見ているチャンネルをちょっと紹介しようと思います。それはね、この自民党参議院議員の西田昌司先生のね、えー、動画なんですけども、えー、この方はね、自民党にいながらも、まあちょっと役職としてはね、私から見るとですよ、重鎮でいながら、中堅からちょっとね、下の方にいるんですよ。まあ重鎮というよりも、まあなんていうんですかね、ベテランですよね。 ベテラン議員さんではあるんですけども、あの、正論を言うがゆえにですね、しかも結構ね、切り込んでいくんですよ。だからこそ、なかなかね、要職につけないっていうところなんでしょうけども、特に財政、財務に関しましては、えー、本当にね、私たちの考えている通りの財政、えー、政策を持っていらっしゃって、もっともっと国債をすらないとダメだというふうにね、それこそね、あの、高橋洋一さんとかも同じようなこと言ってますけど、それ以上に、えー、この方はね、 もうポジション抜きにして、私たちの代弁者として、いや、代弁というよりもね、私たちが気づかないことをこの人がどんどん編み出していって、国民に知らせてくれてるっていうのが正しいかもしれません。えー、特にはね、あの、財務委員会とかあ、各種委員会で、あの、麻生財務大臣とかね、財務省とかに、もう、うまあ、バカじゃねえかとかね、あの、万死に値するぞみたいなね、名言を残すぐらい切り込んでくれるんですよ。それこそまあ、ちょっとね、 笑顔も少ないし、アもてなんですよね。なんかその、<laughs> ヤクザというかね <laughs>。あの、いわゆるね、あの、自民党が最も国民の信頼を得ていた時代の、その、なんかね、数少ない意志を継ぐ人なんじゃないかなと思うんですよ。今、ほとんどの自民党の議員さんっていうのは、自分の保身だとかね、それから忖度だとかね、もう長いものには巻かれて、もう、次の日はどうでもいいと。今日が楽しければいいんだ、銀座行っちゃえみたいな人ばっかりですよね。 もちろん国民のことなんて全く考えてません。国民に10万円の給付を渋る一方で、自分たちは、まあこれね、私確認したわけじゃないんですけども、自民党議員は200万ずつもらってるみたいなこともあるらしいですからね。なんか、コロナ運見舞とかで。で、バカなことをね、自分たちには甘くやるわけですよ。で、それで、えー、国債を切ると将来世代に付き合いが回るっていうので、えー、国民へのね、全国民一律支給やらなわけでしょ。麻生財務大臣この前言ってましたよね。で、今回、それについて、なんでね、 麻生財務大臣はいまだにこんなバカなことを言うんだみたいな質問がこの西田庄司さんに寄せられたんでそれに、えー、この動画でね本当に気持ちいいぐらいはっきりと答えてくださってるんですよで自民党の中にもねこういう人がいるんですよこれこの人ね本当自民党にするのはもったいないっていうかあのもしね私の人事権で自民党の人事をいじれるんだったらこの方に総理大臣かもしくは財務大臣にやってもらいたいなと思ってますよね うんまあだから本当に惜しいなとで山本太郎さんのこともこの人ねご存知であのー、その MMT を中心とした財政政策に対してはあのもちろん共感するところがあるけども全体として見た時には山本太郎さんとはちょっとお共にね行動ができない今の時点ではってことを言われてましたけどもね、まあ、だからこの政治っていうのはあ,のある一点で共通項があっても全体的に えー、タッグがが組めるのかかどうかってところすすごく大事なんですよねで自民党っていうのはそういう意味で言うとあのいろんな考え方があってもいいよっていう政党なんですよでも野党っていうのはこの考えじゃないとダメっていう人ばっかりなんで野党共闘が成立しにくいしすぐに分裂したりするわけですよねだから自民党はそういう意味で言うと本当にですねあの多種多様な考えが同じ党内に存在してもいいよっていうそういうふうな方針なんで、えーまあ、うまくいってるんじゃないかなと思うんですよ うん、でもその中でね、いろんな派閥があるんですよ、例えば、西田さんみたいに、財政にかなりね、えー、国民寄りな、どんどん国債嫌いいいんだよ、国債なんて返さなくてもいいんだよっていうふそな、その藤井聡さんとかね、三橋崇さんみたいな、そんなね、財政規律を持ってる方と、あとは今の麻生財務大臣とか、安倍総理みたいなね、緊縮財政派。 こういった派閥があります他にも二階派閥みたいなね、えー、完全に業者利権みたいな人もいたりとかいろいろあるわけなんですけどもね自民党の中にはそういったいろんな派閥があることが切磋琢磨を生んでるのかなというところだったんですけども今は切磋琢磨じゃなくてもうね長期政権の名残なのか弊害なのかもうインチキな人ばっかりが徒党を組んじゃってるわけなんですよもう本当にね自分たちの立場さえ守れるあとはどうでもいいよみたいなね だから言いたいことも言わないし、ま、あ一家でね、ええー、やってるし、今最近は国会で、堂々とカメラの前で居眠りするのね、模擬外務大臣とか、それから麻生太郎さんとかね、もうカメラに映ってんのに堂々と居眠りみたいなね、もうなんとも思ってないわけですよ、あぐらをかいちゃって。もう政権なくなっちゃうぞと思いますけどもね。まあ、いろいろ言いましたけども、この西田昌司さんは、あの、ずっと動画を見ていただきたいんですよ、概要欄に、あの、チャンネルの URL 貼っときますんで、もうまさにね、 私たちが普段感じていること考えてることを財政に関してはズバ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 やってくれてますんで、きっとね、あのー、胸がすく思いがすると思います。えー、チャンネル登録がまだの方はね、チャンネル登録を西田正治さんのことしてください。というのがね、西田昌司さん自身も思ってますし、言ってますし、私も思うんですけども、西田昌司さんみたいな人がいるんだよってことを知らせなければ、あのー、このままね、自民党が全員、なんかこう、 財政的ににはダメな人間だっっっていうふうふ思っちゃったりとかすするんですよで自民党の中にもこういうふうな人がいるんですよ。だって青山なんとかさんっていうのがね減税勢力とか言って石広、えー、い,いことやってましたけどもあれ以来活動してないですからね。で、まあ、安藤さんも財政論では結構ね MMT 派なんですけどもでもやっぱり出世を気にして肝心なところでは切り込んでくれないわけですよ。でこの西,の西田昌司さんだけはもう我が身を捨ててっていうかね多分。 許せないんでしょうね。これで筋の通らないことは。もう誰に対してもね、あの、叱り散らしますからね。この予算委員会とか面白いですよ。西田昌司さんが財務省とか麻生財務大臣に、もう、食ってかかるところは。本当に見物ですんで、見てほしいなと思います。えー、というところでね、今回は西田昌司さんのチャンネル登録をお願いして、西田昌司さんのチャンネルが増えれば、テレビとね、メディアと、互角な論争ができると思います。まだね、西田昌司さん、 チャンネル登録少ないんで、自分自身発言力がない、発信力がないと知られてないっていうふうに悩まれてました。ああ、ですんでね、よろしかったら西田正治さん、ちょっとね、あの、私もかなり期待してるんですよ。自民党の中の唯一の良心だと言ってもいいぐらいです。他は全部ダメですよ。うん、西田正治さんは、あの、本当にね、あの、懐かしい、良き時代の自民党の気骨ある精神を持っている方だと思います。もともとは麻生財務大臣も同志のようにやってたんですけども、 あの、権力を持った瞬間、麻生財務大臣は言いたいことも言えないし、それから説明不足だって言ってましたね。うん。で、そういうことももろもろね、この西田昌司さんの今回の動画を見ていただければ、ああ、なるほどなっていうふうに頷けることが結構あると思います。だからといって麻生財務大臣は許せないですけどね。じゃあ、あの、動画 URL から西田昌司さんの動画、ぜひご覧ください。